共通テストを使っての特例措置がね、ちょっときな臭いんですよね。特例措置で受験されている受験生は合否発表が別枠なんですよ。補欠合格した子たちの合否発表の日、綺麗に包むんですよ。夜行バスできますとか、はいはい、あるいは飛行機の便がたくさんあるから飛行機できますとか、はい、ここで始まりました、むじゅちゃんです。さあ、今回ですね、平田誠也、どうも、早稲田合格塾代表の平です。よろしくお願いします。はい、初めてですね、ここで撮影するのはね。そうですね、早稲田の横の高専寺スタジオでやってますけど、ね、まあ、授業動画をね、今日も頑張って撮影しているわけなんですけど、はい、そんな中ですね、はい、まあ、早稲田大学がですね、福島の地震で特別措置やったって言って、はい、で、あれどうなんだっていろいろ来たんですけど、まあ、もうね、いろいろ問題になってましたね。どうなんですか。今日はそのことをちょっとお話ししていきたいと思います、はい、ご存じない方もいるかもわかりませんが、2月13日に福島県沖で起きた、まあ、地震の影響で、うん、結構新幹線の交通網が麻痺してしまって、うん、で受験生が来られないんじゃないかっていうことを加味しまして、まあ、早稲田大学をはじめとする、まあ、都内のいろんな大学がいろんな措置を講じたわけなんですよね。で、早稲田大学としてはいわゆる来られない生徒に関して東北6県の子たちに共通テストの点数を換算して、で早稲田大学の入試で合否判定に使いますよっていう発表をしたわけなんですね、うん、でこれがなかなか波紋を読んでいてですね、うん、要は共通テストでほぼセンター試験ですよね。で7割8割取るのと早稲田入試で7割8割取るのって、うん、もう難易度がまるで違うわけですよ。そうですね、これを同列で判定するってそんなのありっすか、うんうん、有利すぎませんかみたいなところで、はいはい、で、まあなかなか問題になって、で、まあ森田先生も以前動画を作られて、どうなっちゃうんだろうねっていうことになってたわけなんですよね。で、そのことに関してちょっと今日はお話をして説明をしたいということなんですが、はい、まあ結論から言うと、心配しないでください。これで不利を被る受験生は多分ほぼほぼ皆無だと僕は見てます。はい。今日ちょっとその話をしていきたいと思うんですけれども、まあまずですね、東北6県の生徒っていうのが、まあ早稲田受験における実志願者数の何人を占めているか。っていうことなんですよね。東北6県から早稲田大学入試を一般入試で受けに来ている生徒の実志願者数ってどれぐらいだと思いますか。何人いるんですか。まあ、全国ね、何地方かあるわけですけども、うん、いやまあ普通に考えたら関東が圧倒的に、まあ、圧倒的に多いわけなんですけども、まあ、東北6県の実志願者数、早稲田受験の一般入試 2% を下回ります。お、人数として。だからじゃあ 2% とかだったら多分まあ影響ないでしょうと思いきやなんですけど、うん、早稲田大学自体が実志願者数の数がもう5万人オーバーなので、はいはい、2% でも1000人ぐらいいるんですよね。お、はいはいはい、っていうことになってくるんですね。じゃあ早稲田に受かる人の数で1000人っていうとなかなかな数だと思うから、うん、この数字をどう判断するかっていうところがまず第一点としてあるんですが、もし本当に共通テストを得点換算するスタイルの方が有利なんであれば、まあ、僕も早稲田大学を目指す塾をやってるんで、まあ、東北勢の子がまあ10人ぐらいいるんですよ。まあ、人数少ないんですけど、すぐ連絡して一般入試受けると、共通テストで7割以上とか取れてるんだったらそっちでやった方がいいぞとか言いたくなるところなんですけど、まあ、連絡をしませんでした、その件に関しては。でなんでかっていうと、このね、共通テストを使っての特例措置がね、ちょっときな臭いんですよね。どういうことかっていうと、まずね、ここがまあ皆さんに一番僕お伝えしたいところなんですけど、森田先生も動画の中でどうなるんだろうねこれっていうふうにおっしゃってたんですけど、実はこの特例措置を使っての合格発表日って3月中旬なんですよ。3月13日の早稲田社学を皮切りに3月中旬から後半にかけて合格発表がなされるんですね。特例措置でいわゆる出願した子たちに対しては基本的に一般入試の合否判定というのはまあ2月末の時期から、まあ、3月4日の社会科学部の合格発表、この期間なんですよ。つまり何が言いたいかっていうと、一般入試で普通に受験されている受験生と特例措置で受験されている受験生は合否発表が別枠なんですよね。なるほど、うん、だからなんか東北の人たちの特例措置のせいで自分がすごく受かりにくくなるんじゃないかって思いがちなんですけど、実はね、枠違うんだよっていう話がまず第一点としてあるっていうことで、特例措置の子たちの合否発表の日程をチェックしてみると、また面白いことが分かったんですよ。何かっていうと、特例措置の子たちの合否発表と早稲田大学を補欠合格した子たちの合否発表の日、学部別で見ても綺麗に一致するんですよ。なるほど。つまり補欠合格の人と同じ日に合否発表が行われるということは、補欠合格の人と特例措置で受けた人を比較して合否判定を行うスタイルと、特例措置の人の中だけで合否判定を行うっていう、この2択しかないんですよ。ってなった時に、
おいおいちょっと待てと、まあ普通に考えてね、補欠で受かったっていう人は、まあ当然だけど早稲田入試でおそらく7割弱ぐらいとかなわけですよ、得点率ってね、6割以上から7割弱ぐらいの間なわけですけど、その人と共通テストで受けてる人の点数をもうガッチャンで比べちゃったら、当然こっちが上になるに決まってるじゃないですか、どう考えたって。その7割でいいんですか、こっちはやっぱ9割とか調整するんじゃないですか。いやでもね、今のところいわゆるまあ偏差値換算と思いたいところなんですけど、偏差値換算に関する発表はないんですよね、要項の中に。だから多分まあ偏差値換算だったら偏差値換算って書くはずなんですけど、わざわざ共通テストの点数を早稲田入試の点数の型に換算してるんで、ということはまず間違いなく点数換算法の可能性が高いんですよね。でそこまでバカじゃないと思うんですよ、早稲田大学は。だからおそらくね、可能性としてはまあ特例措置の人は特例措置の人の中だけで合否判定をするんだろうなって考えるのが、まあ合理的ですよね。で多分そういうこう細かな発表をしてない理由としては、これはまあ僕の予測ではあるんですけど、今回の地震でどれぐらいの人が来れなくなるんだろうなとか、数字の予測がつかないわけですよ。ただ総枠として例年で考えると、まあ 2% 以下だってことぐらいは分かってる。その中でどれぐらいの人が来ないかなっていうところが分からないから、まあ、あえてちょっとこう幅を持たせた発表をしたんじゃないかなと思ってるんですよね。あとでこういろんなことに辻褄を合わせられるように。だから普通に考えて特例措置の人は特例措置の人の中でこう判断が行われると見て、まあ今のところ間違いないかなと思います。今回の地震を踏まえて、実際僕も東北の生徒たちに連絡してみたんですよ、はい、5、6人ほど、そしたら、ね、みんなね結構ガッツが座っててですね、もう夜行バスで行きますとか、あるいは飛行機の便がたくさんあるから飛行機で行きますとか、でも一番パンチが効いてる子は親が車で連れてってくれますよとか、そういうね、なんだかんだみんなね気合い入れてきてるんですよね。だから多分特例措置が本当にどれぐらいいるのかっていうのは、まあ、かなりちょっと少数派にはなってくるだろうなっていうふうには思われるかなと思いました。そんな感じだったんですね。はい、だから心配しないでください。あんまり影響はないんじゃないかないかと思っております。まあ、どれぐらいの、ね、人が、ね、受かるかどうかなんですけどね、あとはね、まあ、どういう形でこう合否判定が行われているのかっていう。発表しなさそうですけどね。まあそうでしょうね、発表がないと考えた方がいいかもしれないです ね。はい、そういった形でまあそんなに影響はないんじゃないかというと見てます。補欠の人が奪われていくっていうっていうことではないでしょうね、はい、だってどう考えたっておかしいから、それは。なるほどね、結局はじゃあ早稲田としてはその共通テストに頼るんじゃなくて、一定受けてくれた方がいいと。まあ、去年一般入試でしょうね。なるほど、そうなんですよ、両方受けられないですもん ね、 だってね。そうですね、片っぽだったら本当は無理なんで、特例措置を選んだ人はもう選べないですからね。あの要項には一科目でも受けた人は特例措置は使えませんって。まあ当たり前ですよね、来てんだから。そしたらどちらかしかできないわけだから、選べと言われたらね。そうですね、だどれぐらい本当に利用者がいたのか、まあ、またねコメント欄に、ね、私利用しました、あ面白いですね、来てもらえれば、はい、私この間ね立命館の追加合格になった人メッセージ来て、あそうなんですか、はい、インタビューしましたから。あちなみにあの早稲田大学はちょっとね脅しのような文言も入ってましたよ、横、もし新幹線の復旧が、10日をめどというものがもっと前倒しに復旧された場合、特例措置を取り消す可能性がありますって要項の最後に書いてあるから、そんなことあるかなとか思っちゃうんだけど、結局まあ特例措置はなされたわけですもんね。うん、そうですね、うん、はい、といった形で今回一体ね共通テストだけでどうなんだっていうのを聞いてみました、はい、まあまだちょっとブラックボックスな部分はありますが、ありますが、はい、そんな感じだったということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Thank you for watching.